和田山駅からは山陰本線を離れて万丹線に乗り換えです。これはつまり播磨と但馬を結びますので万丹というわけです。電車の連結器ってね、これ向きを変えられるんですけど、ずいぶんこれ右の方に曲がって、まあそれはいいです。変な顔をしてたの分かりましたかね。顔がさっきの反対側ペラペラになっていましたが、これは2個セットで1つ動くように作って、そういう風に設計していた車両だったけれども、もう2個セット2両もそんなにいらないわということで半分にちょん切って、こちら側にもともとなかった顔を取り付けましたので、こんな片側だけペラペラになってる。あ、動いた動いた動いた、列車が動いたぞ。どうもこの列車の調子がちょっと良くないらしく、ブレーキ試験をしていたようです。ただ1駅しか乗りませんから、隣の駅まで持ってくれれば少なくとも私には関係ありません。山陰本線はここから京都まで向かっている路線でして、途中の福知山から大阪へ向かう福知山線も分岐します。この万丹線は、これは姫路に向かうというわけです。姫路、大阪、京都と、まあ、このような形で様々な大都市方面にいろいろと路線が分岐しています。鉄道マニアでない方は、ね、別にこんなんなんとも思わないかもしれないんですが、いつも見慣れているような人間ですと、なんか変な顔、面白い顔してるなと思うもんです。まあ別にそれでも構いませんけどね、そんな文句言うわけじゃないですが、さっきまで通っていた山陰線は電気が通っておりますが、こちらの万丹線は電化されておりませんで、こんな感じでのんびり走っていくディーゼル列車の旅に再び戻ります。高速性能を持った特急浜風っていうのも走ってますけどね、それは兵庫県方面までのお客さんをターゲットにしているようです。高校の時にね、竹田城っていうのいろいろ流行ってましたよ。2012年になんかここの竹田城がすごいドラマか何かでいろいろ使われまして、それから天空の城だの東洋のマチュピチュだのなんだの言われまして、大変有名になったそうです。竹田城ってのはここのトイレに、ね、ちょうどこんな感じのれんがかかってますけど、こういう昔の山城の跡でして、日本で一番大きいものなんだそうです。特急浜風でね、余部から、まあ、余部から乗ったわけなんだけど、まあ、豊岡から特急に乗って、それで大阪行くときにね、当時めちゃくちゃブームになってましたから、竹田城、竹田駅を通過するときに、あ、これが竹田城かと思いながらね、見たものです。この駅のすぐ真裏からもう上り口になっていまして、アクセスは大変いいですが、ただ山城ですので山の上まで単純に登っていく、その手間はかかります。登山道までの入り口は近いものです。歩いて40分と案内がありました。全然そんなどうでもいい話よりももっとすごいものがありましたね。頭の上を気をつけてくださいねと言われたんですが、これすごいですね。そうですよね、これ、うん、あこれ列車が通過するときにここにいたいですね。見てみたいね。ここでこう立ってても多分大丈夫なんだろうけど、かなりでもデンジャラスな気がする。後でまた列車が来るときにもしかしたら来るかもしれません。またいつか来たいもんです、少なくとも。駅もね、その時の竹田城ブームによって改装されて、なんかあんな感じ豪華になっていて、周りにはお堀もあって、あ、随分豪華綺麗な錦鯉がいます。ここの錦鯉もまあデラックスな感じですね。これか、でも便利ですね、これ駅のすぐ裏だから。すぐ裏ですね、うん、どうでもいいような道を20分も30分も歩くんじゃなくて、これだったらまあ頑張ればって感じ。あ、水分補給についていろいろ書いてある。竹田区熱中症対策の水分補給について、この場所の自販機が最後の自販機となります。ちょっと僕やっぱなんか買ってきますね。中村さんさっき水買われてたけど、僕も買わないとダメだなこれ、うん、なかなか思ったよりも急な。これなんかさっき調べたら、国宝じゃなんか国の史跡になってるところだから、うん、勝手に工事とかができないみたいで、あ、じゃあもうあとは勝手に乗ってください、そうみたいなところはあるみたいですね。だなんかそれを阿蘇市が勝手にやって問題になったらしいんですよ、勝手に工事して。頑張りましょう、頑張りましょう。あ、すごいハードルが高いですねこの時期は。1時が最初。1時か、だんだん750、まだ150しか来てないんですか。なんか、いや違う、だって以上ですよ。休憩しましょうか、あと 200m ですけど。何ですか料金所はここからですね。あ、なるほど。
でもここからも上りはあるみたいですから上まで上ってきました。今の時間は1時半ぐらいですが、これが朝の8時半ぐらいまでに来ると雲海というものを見ることができる場合もあるようです。まあ私たちはそんなですね早く来て一生懸命やるほどのことではないということで、こんな風に昼下がりに来ております。観光客がかなり多いようで、やはりこの滑り止めのマットなどが敷かれていて大変歩きやすくなっています。あー立派な眺めだ。よく晴れていてよかったですね今日が。眼下に見える武田駅のすぐ目の前から始まる登山道、ずっとこのように登って今上までたどり着きました。ここが東洋のマチュピチュとか言われてるらしいですけど、まあ、私ねマチュピチュなんて行ったことがないどころか写真もまともに見たことがないし、マチュピチュがあのペルーだかあのアルゼンチンだかもよくわかんない、確かペルーですよね。そんな感じですから私ねあのマチュピチュ云々とかいう話をしてもまあ何の参考にもならないわけでして、単純にここがいい景色ですよとそれだけ言っておきたいと思います。武田城はなんか応仁の乱の時に作られたらしくて、山名持豊って言うんでしたっけ、私あんまよく分かってないんだけど、あのその時代の人が作らせたそうです。で、まあ、今はこの通り廃城になっておりまして、要するに城址公園なわけですが、まあ、でもこの眺めが大変素晴らしいと。最初武田城はですね毎年3万人ぐらいしかいなかったらしいんですが、それが観光客が、ブームの時で、半年で確か60万人とか、つまりあれですよね、まあ、年間に換算すると120万レベルだと思いますんで40倍に観光客が増えたんですね。そりゃすごいな。そういうわけでね、あのここの、まあ、アッソ市というんですけれど、あの朝来ると書いてアッソと読む変わった町の名前なんですが、そこではねその当時は、武田城下という下が、その、まあ、市の役所の中に設置されていたそうです。戦いのためのお城でして天守閣もあったそうで、多分あそこにあったんでしょうね。昨日も二条城に行きましてここに天守閣があったんでしょうねみたいな、最近そういうお城ばっかり行っております。お城2日連続というわけです。こんなところまで石を持ち上げて運ぶのは大変な重労働だったと思うんですけど、どうやってやってたんですかね昔の人は。とよく見るとなんか細々した石もいっぱい埋め込まれてるんですが、これはなんか意味があるのかな。こういう石垣はあまり見ないですけど、すごいなこれ。こんなお城は随分小規模なものかと思ってましたけど、かなり広くてね、この山頂のところ歩き回るだけでも随分時間がかかります。これ全部作るの本当に大変だったと思いますけど、応仁の乱の時に必要に、迫られて多分作ったんじゃないかと思うんですけど、実際戦いにも使ったらしいんですけど、いやこれをね、作るのになんか事故ですごい何千とは言わないけど、なんか何十人も石に潰されたりとかしてるような気がしますけどね。どうなんでしょう、わからないことが多いそうです。天守閣の上のところにおじさんがいらっしゃいまして、話をいろいろね聞かせてくれたんですね。まずこの石垣下から持ってくのは大変だなとか思ってたわけですけど、あのこれですね、あの分かったんですが、もっとこのお城はさらにこの岩山50メーターほど高かったらしいんですけど、それをこう取り崩しまして、それでねあのここにそういう分を積んだんだそうです。まあそれがあっちの方にもあれを取り崩して、でそれで低くなった分をなんか一部はねこっちへ持ってきたらしいんですけど、そういうことをしたらしいです。でまたあの武田城を築城した時からこういう風になっていたわけではどうもないそうでして、あの安土桃山時代なんていうのはね、あのお城はこんな石垣なんていう文化はまだなかったらしいです。織田信長があの立派な安土城を作って、その時に上にこうお城を置きました。あーすごいね。それからですね、あの信長信者だった秀吉みたいな、あ信長すげえと、それでこうみんなこういうことをやったりとかしたらしいんですね。だから秀吉が攻め落としたりとか、まあ、秀吉の手中に収まったお城はこういう風にですね、つまりまああのリニューアル改造3000番台みたいな感じですけど、それでこういう風にしてこう立派に なりましたが、あそうか、あの鉄道チャンネルじゃないから3000番台とか言うと分かんないですね、ごめんなさい。あのまあそれはいいんですけど、こういう風になったんですね。で、あとはね、なんだ、ここは攻撃に使われたってことです。攻撃されたってこと、実際まあされたはされたらしいんですけど、そもそも、ね、昔の戦争というのは私もよく知らないんですが、そのおじさん曰くそんなに別に一生懸命こう鉄砲だのなんだのバンバン撃ち込んでみたいな、そういうのは滅多にないんだそうで、武田城も攻撃はされたけれども、攻撃し今からあなたに宣戦布告しますみたいな感じでこう言われたんで、それじゃあ分かりました、もうすぐやめますから、あなたと仲良くしますと、そのまま降伏して、それで織田軍の方にこう州に収まったとか、なんかそういうことらしくてですね、まあ、結局別にこの武田城自体が、ここに直接こう侍が登ってきて攻撃みたいなことは実際にはなかったそうです。この殿様は赤松なんとかさんだったそうですけど、こっちは殿様バッタですね。赤松って人とは、それから細川というところと昔は対立していたわけですよ、応仁の乱の時代にね。その人たちが喧嘩をしていたのを、なんか何千、千年ぶりだか800年ぶりか、そんぐらいで仲直りさせるイベントみたいなのをですね、この下のお寺でなんかやったらしくて、その仲直り記念碑みたいなものがどっかに立ってるらしいです。
ちょうど特急浜風が今武田の駅に止まるところなのかな。特急が止まるような駅ではなかったんですが、武田城ブームによって浜風号が一部止まるようになっています。どうも止まったらしいな。武田城らしい光景を見るのは多分これが最後かなと思いますけど、いや本当にいいところでしたよ。これはね、皆さんに結構おすすめできます。また山の上にはバッタがたくさんいまして、踏まれて死んでる姿もよく見かけますんで、こんな風に言いますからね、皆さんも踏まないように気をつけるといいかもしれません。本当にいっぱいいるな、長い道のりでしたけど頑張って、降りてきました。降りる方がね、膝には負担がかかるもんですけど、体は疲れませんですぐ来ました。あとどのくらい時間ありますか？あと10分ぐらいです。あ、じゃあそうですね、自由席特急券を買ってトイレに行けばちょうどいいぐらい、これでまた大阪行きの特急浜風に乗り、山陰の旅は終わりです。まあここを山陰とするかというと、ここ山陰ではないですよね。ここはちょっと山陰じゃないでしょうね。まあ山陰か山陰ではないかといえば、まあまあそういう微妙なところなんですけど、まあ、山陰線それから万丹線の旅は終わりです。帰り列車の、生野峠を越えた先の、姫路で右側にですね、姫路城が見えますから、その様子ぐらいは皆さんに紹介してそれで終わりにしたいと思います。武田城は本当に素晴らしかったですよ。いいところですから、ちょっと体は疲れますけど、でも一般的な登山とかと比べればやっぱり難易度は低いし敷居も低いので、ぜひ行かれることをお勧めします。最近では特急も止まるようになりまして、随分便利になりました。こういうものがありますので、これもまた便利なことです。じゃあお先に、どうぞ。すいません、便利だな、とても便利ですね。武田の駅に着いてからまた戻ってくるまで多分2時間ぐらいじゃないかな。そんなにはかかりませんでしたよ。まあもうちょっとゆっくりしたい人は多いでしょうけどね。それからあとここですけど、私ずっとね、アッソ市だと思ってたんです。アッソじゃなくてアサゴでしたね。アッソってのはね、和歌山に同じ字を書く町があるんですけど、それと勘違いしておりまして失礼しました。見るとらしいものも、あ、見えます。石垣、うん、ありますね。あ、やっぱ見えるんだな。知らなかった、こんな駅からも見えたと。まもなく一番乗り場に列車が参ります。浜風号の自由席が満席だったので、指定席を車内で買うことにしました。もともとはね、さっきの武田の駅で指定席も買えなくはないらしいんですけど、すごい手間がかかるということで、それで結局指定席の購入はしなかったので。1号車の自由席は満席でして、2号車の指定席はまあまあ混んでいたけれども、空きはあったので車掌さんに切符を売ってもらうことができ、さっきの武田の駅が切符をね発売していないので、ね、していないとか売れるんですけど、まあいいや、その説明はやめましょう。3号車の指定席はガラガラでした。なんだろうなとかまあ思いますけれども、別にいいことにします。これから先も多分行くのとかね、そういったところからもお客さんが乗るはずです。もう万丹線はいろいろとご紹介前にはしましたけれど、しかし途中のところでね、大きい草がいい色になってるな、まあそれはいいんですけど、この先に生野という駅がありまして、そこでは生野銀山と銀が取れるようなところでもあったそうです。だからそこで、この生野と武田城は大阪城の北の守りとしても使われていたそうですが、その2つを攻めようということで、黒田官兵衛がまた上司に進言をしたとか、そういった話もあるそうです。列車はこれから先生野峠という険しい峠道を越えていくんですが、でもこの列車はハイパワーの特急列車で、そんな峠はものともせず、すぐにスッと、まあ、何の気なしにというか、ある意味では味気なく越えていくような列車です。すいません、多分なんかそうなりそうだな、感じだと向こうが朝早いね。